どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタイムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、8月22日、阪神 VS ヤクルトの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神勝ちましたいやー、連勝してくれてよかったとは思うけど、ほんま最後まで野球はわからんっていうところをね、しっかり見せつけられましたね。いやー、非常に怖かった。えー、さっきに言っておきたいのは、まあ僕はダゾーンで見てるんですけど、カメラの追い方がいやらしい。 まあ正直、その最後ね、スワレス選手、青木選手を打ち取って、えー、半身勝ちっていう感じになったんですけど、まあ、詰まってるように見えたんで、まあ風の影響とかそういうものをもう度外視すれば、多分センターフライだと思ったんですけど、追い方がいやらしい。 ほんま、びっくりするぐらい、怖かったね、あの時は。うーんね。まあ、とりあえずね、連勝して、まあ、昨日も言いましたけど、3立てしていただきたい、じゃなくて3立てを絶対しなければならないという覚悟でね、やっていただきたいというところで、2連勝明日も勝っていただきたいというところでございますと。というわけで、スタメンオーダーから見ていきましょう。1番センター、近本選手。2番セカンド、上本選手。3番ライト、糸井選手。4番レフト、サンズ選手。5番サード、大山選手。6番キャッチャー、梅野選手。7番、ファースト、坊ーア選手。8番 ちょうど木並選手9番ピッチャー西選手ですねそして相手チームのお題がこちらになっておりますというわけで打撃陣から見ていきましょう近本選手ですね5打数2アンダー1打点1三振とファーストゴロセカンドゴロレフテへの3ベースタイムリーヒット三振レフテへの2ベースヒットですねいやーね近本選手はねなんだかんだで2アンダー3アンダー、まあ、昨日は4アンダーって感じで今日も2アンダー打ってね、えー、いい感じでいけたんじゃないかなと思っておりますし、まあ、正直ね3ベースヒットではありましたが、まあ、違う球場やったら間違いなく ね、ランニングホームラインになってたと思いますし、まあワンチャン行けたんちゃうかなとは思うんですけど、まあまあまあえしっかり3ベース走ってくれてその後に得点もつながっていくっていう感じだったんでね、良かったんじゃないでしょうかと思っておりますと。 はい続いては、上本選手ですね。3打数1安打1打点1ファーボールと、ショートゴロショートライナー、ライテーのツーベースタイムリーヒットファーボールという感じですと。ま、ポンもね、しっかりやってくれてるんじゃないかなとは思っております。打率に関してはね、正直1割7分2人と、ま、全然打ててなかった時があって、で、ま、やっと上がってきて、で、もう一回打ち始めてるという感じなんで、ま、打率的にはね、正直全然ですけど、ま、あま、あ見れるとは思いますし、ま、期待値はね、ある程度高いんで、 なんと言いますかね、その熊谷選手は落ちましたけど、今、セカンドで使える選手ってなったら、まあ今日ね、初めて出ましたけど、小畑くんとか、えー、上田選手とかっていうところなんで、ね、打撃だけ見れば、やっぱり、ポンが一番上やと思うし、まあ守備の面がね、若干怪しいところはあるんですけど、それでもね、十分見れるんで、えー、次回も期待しておりますと。 はい、続いて、糸井選手ですね。3打数無安打1フォアボールと、フォアボール、ショートゴロ、センターフライ、ファーストゴロという感じですと。ね。まあ、1打席目ファーボール選んでくれたおかげで、大山くんのスリーランにつながるというところがあったんで、まあまあ、これだけで良かったと思うんですけど、1本欲しいね。まあ、ヒットがね。ただね、その3打席目のセンターフライね、これ惜しかったね。正直当たった瞬間、行ったと思ったんやけどなまあまあ、しゃあないしゃあないと。 えー、まあ、ベテランというところがあってね、まあ、ちょっと休養日挟むかもという感じですかね。まあ、内容的なところを見ても、明日は変わってくるんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあその辺はわからないんですけど、まあ一応右投手なんで、小川投手なんで、まあ、吉尾さん出てくるか、高山くん出てくるかっていう感じだとは思うの、まうすけさんかもしれないですけど、 まあまあ、えー、まあ、休養を取ってもいいんじゃないかなと、個人的には思っておりますと。はい、続いて、サンズ選手ですね。2打数2安打1フォアボール1デッドボールと、デッドボール、センターへのヒット、ライテへのツーベースヒット、フォアボールという感じですと。 ね、えー、ま、あの、センターから右方向という感じで、センターへのヒットと、えー、ライトへのツーベースヒットという感じでね、しっかりやれてると思いますし、まあ、デッドボールはね、まあ、当てられてしまったというところなんですけど、フォアボールもね、まあ、ストレートのフォアボールなんで、まあ、若干荒れてた部分はあるんですけど、まあ、それでもね、しっかり選べてるし、まあ、ちょっとずつではあるけど、まあ、調子がね、右肩上がりになってるんじゃないかなとは思っておりますと。 はい、続いて、大山選手ですね。5打数、2安打、3打点、1本塁打、1三振、1閉殺と。え、来てのスリーラ,ランホームラン、サードゴロ、レフテーのヒット、ショートへの併殺打、三振ですね。いやーね、ほんまにこれでいいと思う。逆方向にしっかり打てるっていうだけで全然いいと思う。うん、まあ、基本的には逆方向を意識で、で、しっかり触れた時に、レフテへのね、おっきな当たりっていうところを見れていけばいいんじゃないかなと。ま、あま、あそのね、えー、昨シーズンか、右打ちをめちゃめちゃ意識しすぎて、 打てなくなったとか。まあまあいろんな意見はあるとは思うんですけど、それにしちゃってね、こうやって右方向に綺麗に大きな打球打てるんで、まあ基本的には右方向意識で、で全体方向打てるんで、えー、そういう感じでやってもらえればなというところですね。はい、続いては梅野選手ですね。5打数2安打3三振と、ライテイヌ2ベースヒット3三振,振、ライテイヌヒット3振ですね。 え、4打席目のライティアにヒットね、これ当たりが良すぎてね、ツーベースいけなかったですね。惜しい惜しいという感じで。ま、梅ちゃんもね、しっかり頑張ってくれてると思いますが、ま、最後にね、その、なんと言いますか、ま、5点食らったところに関しては、ま、あとね、村上選手のホームランはともかくとして、その後にね、ま、ヒット連打食らって、フォアボール食らって、満塁ホームラン食らうというところに関しては、ま、一声かけに行っても良かったんじゃないかなと思ったりはしますね。小中選手に関しても、ま、あ ね、その前回までのピッチングで言うのであれば、無失点というところで切り抜けてはいますけど、まあ、今回に関しては良くなかったんで、その半身的なところで言うのであれば、やっぱりね、そのピッチャーに対する声掛けっていうのが少ない感じなんですよね。ほんまにピンチになった時に、その内野手が行くとか、まあ、コーチが行く、まあ、コーチが行った時にみんな集まるというぐらいなんで、 やっぱり声掛けって必要だと思いますし、まあ、糸くんがね、まあ、糸原選手がいた時は、そのキャプテン自ら言ってたっていう部分は少なからずあったんですけど、やっぱりそういう声掛けをね、大事にしていただきたいと。まあ、キャッチャーのね、タイマーある程度取れるんで、そこら辺も考えて梅ちゃん行ってほしいなというところでございますと。 はい、続いて、ボーア選手ですね。3打数無難打、1打点、1フォアボール、1三振と、セカンドゴロ三振、ファーストゴロの間に1点、フォアボールという感じですと。まあ、今日は当たりなかったけど、まあ、昨日活躍してくれたから良かったんじゃないかなという風に見て、まあ、明日に期待したいと思いますと。はい、続いて、木波選手ですね。4打数1安打ですと、ファーストゴロライテイのヒット、セカンドライナー、レフトフライですね。 いやー、打率がね、もうちょっと上がってほしい2割4分2割5分は打ってほしいよな。今の現段階で2割2分2輪と、もうちょっと上げていただきたいね。まあまあ、頑張っているとは思いますし、守備がね、すごく安定してくれてるんで、申し分ないんですけど、まあまあ、打撃の方頑張っていただきたいと。 はい、続いては西選手ですね。3打数1安打1打点1三振と、セカンドゴロセンターへのタイムリーツーベースヒット三振という感じです。やっぱり西君打撃いいね。よかった、ほんまによかった。1打席目のね、セカンドゴロもなかなか当たり良かったですし、まあ三振はね、その温存というところではあったんですけど、しっかりやれてるんで、やっぱりね、西選手打撃すごいね。えー、次回のね、打撃にも期待したいと思いますと。はい、続いて北条選手ですね。1打数無安打ですと、ライトフライですね。えー、次回期待しておりますと。 はい、続いて高山選手です。1打数のアンダですとショートゴールですね。えー、こちらも次回頑張ろうと。 はい、続いて、小畑選手ですね。1打数無安打ですと、ピッチャー頃ですね。えっと、プロ初打席か1軍での、えー、しっかりね、えー、触れてるというところにおいてはすごく良かったと思いますし、えー、次は、やっぱりヒット、えー、ま、もっと言うなら打点、ホームランというところを期待したいというところでございますと。はい、最後ですね、中谷選手です。1打数無安打ですと、ショートライナーですね。えー、中谷さん次回期待しておりますと。じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日投手、西投手、小中投手、岩貞投手、ガンケル投手、スワレス投手ですね。 西投手7回投げて116球、3アンダ6三振2、ファーボール、1失点と。ファーボールがね、まぁ、あ、ちょっとね、惜しかった部分はあるんですけど、うん、まぁ、あ、でもね、攻めた上でのファーボールなんら,何ら問題ないと思ってますし、まぁ、あ、3アンダしか食らってないと。まぁ、あ、球数さえ少なければね、全然関東ペースではいけたと思うんですけど、まぁ、あ、まぁこればっかりはしゃあないと。ね、えー、さっきも言いましたけど打撃でめちゃめちゃいい活躍もしてくれましたし、 うん。あの、全然問題ないかと。えー、っと、今シーズン10試合投げて、9試合がクオリティスタート。そして結果が4勝3敗と。何とも言えへんわよな <laughs>。まあまあ、エース対決というところではあったりしたんで、まあ難しいとは思うんですけど、まあ西くんにね、えー、これからも勝ち星を積み重ねていってもらいたいというところでございますと。 はい、続いて、お中投手ですね。3分の1を投げて14球、2安打1フォアボール3失点と。まあまあまあ、もうね、なんとも言えないですね。えー、まあ、ここに関してはあれですね、さっき梅野選手の時に言いましたけど、その声掛けをしてくれるだけで、まあ、ピッチャーね。 まあ一応孤独なんで、その、助けてもらうとかっていうところがやっぱり声しかないんでね、梅ちゃんにも声かけてもらいたいなというところでございますし、まあフォアボールがね、ひどくもったいなかったなという感じですね。えー、まあ次回の登板期待しておりますと。はい、続いて岩沢選手です。3分の1を投げて991安打1三進1失点と、まあ青木選手にね、ホームラン食らって、まあランナーは尾中選手が3人出してたんで、まあ青木選手のソロ分っていう感じですね。うーん、まあまあまあ、えー、しっかりね、切って取ってくれたところはあると思いますし、まあ 上げてくれたという点においては良かったんじゃないかなとは思っておりますあの場面でねやっぱ難しいよないろんなところあるからねここに関してはその矢野監督の再配とかではなくて尾中選手のミスというところに尽きるんでね はい、続いて、ガンケル選手ですね。3分の1を投げて14球、1アンダー、1、三振1、フォアボール、無失点と。まあまあ、なんだかんだでフォアボール出しましたけど、しっかりね、0で切ってくれたのは良かったと思いますし、ほんま怖い中で投げてくれたんで良かったんじゃないかなと思っておりますと。はい、最後ですね、スワレス投手です。1回投げて22球、1アンダー、2、三振1、フォアボール、無失点と。 あーね、ほんまにね、今日のね、審判さん全体的に低め厳しかったんですよね。だから低め取ってくれないことが多々あったんで、まあ相手ピッチャーさんもそうでしたし、あれなんですけど、 今日山田選手との対決の時かな。まあ、なんだかんだ言って山田選手三振取れたんですけど、その、三振取る前の一球やったかな。157とかのアウトローのストレート。まあ、ギリギリ外れてたっぽいんですけど、ね、あのボールがね、ストライク取れてたらね、もうかっこよかったなぁと思う。これは完全に個人のね、感想ではあるんですけどね。まあ、まあ、えっ、ー、と、9セーブ目か。ね、いい感じでね、積み重ねていってくれてるんで、えー、阪神の守護神、えー、このままずっと頼みたいと思いますと。 はい。というわけで本日は8月22日、阪神 VS ヤクルトの試合について語らせていただきましたと。いやーね、最後の方さ、その雨降ってきて、まあ明日がね、そもそも雨っていう予報だったんで、その今日の夜から降っていくと。いやーね、悪い流れやんな、阪神の、まあ守備というか、まあ最終回なんで、その時に雨降り出して、あ、これは、あ、とかっていう状況だったんですけど、まあまあなんだかんだ勝ち切れてよかったんじゃないかなと思っておりますと。いやー明日さ、雨やん。神宮やん。 多分中止やん。しかもなんか雷とかついてたし多分中止やん。野球内ってマジ辛いわ。まあ晴れてくれることをね。まあ僕は今から願いたいというところでございますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。